アブデルカデル・モハメド・ゲザルは、フランスレシーヌイ・コール・シャルピュー出身の、アルジェリア代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。弟のラシド・ゲザルもサッカー選手である。オリンピックリオンのユースチームを経て、エース・サンプリストで公式戦デビュー。2005年に、イタリアの FC、クロトーネに移籍。2007から08シーズンには、セリエ C1。 B で20得点を奪う活躍を見せ、チームをセリエ B に導く原動力となる。この活躍が認められた形となり2008年7月1日、当時セリエ A の AC、シエーナに移籍した。クラブのセリエ B 降格に伴い2010年7月1日にエースバーリエ4年契約の完全移籍で加入。しかし故障などもあって2得点に止めまり、リ クラブも開幕から再開に低迷しセリエ B に降格となった。2011年8月31日に AC チェゼーナにレンタル移籍した。2012年1月31日にはレバンテユーリーへレンタル移籍。2013から14シーズンから保有権はパルマ FC へと移ったが、すぐさま US ラィーナカルチョにレンタル移籍した。 2015年12月10日、以前よりトレーニングに参加していたセリエ B のカルチョコモとシーズン終了までの契約を交わし、セバン1 0を背負うことが発表された。コモを退団してから半年後の2016年12月19日に現役引退を表明した。2009年1月11日に行われたベナントの親善試合で初得点を決めた。 2010フィーファワールドカップではアルジェリア代表としてグループリーグ初戦のスロベニア戦に途中出場するものの立て続けにイエローカードを2枚提示され出場13分間で退場処分となった同大会以降はクラブでの不信もあり代表から遠ざかっているありがとうございます